皆さんこんにちは。ご紹介いただきました中人市民連合の又坂でございます。今日はコロナ禍の中で、たくさんの方にお集まりいただきましてどうもありがとうございました。主催者の一員として厚くお礼申し上げます。今日はご存知のように憲法記念日、1947年の5月3日に現行憲法が施行されて74年になります。人間に例えると古希を超えたというところですね。ちなみに前の憲法、大日本帝国憲法、旧憲法と言っておりますけれども、これは57年間存続したわけであります。それをもう超えているということですよね。で、今では私もそうですけれども、憲法が制定されてから生まれた世代がもう社会の圧倒的な多数を占めるようになっていると。もう人口大多数が戦後生まれ、新しい憲法の下で生まれ育った世代であるということで、そういう意味で言うとこの憲法はすっかり定着した、いわば空気のような存在になっているというふうに言ってよろしいかと思います。で、憲法って私の考えはあくまで私の考えなんですけれども、現行憲法のその一体何なのかというとですね、私の考えでは一番根底にあるのはやっぱり自由なんですよね。人格の尊厳なんです。個人としての人格の尊厳、自由の確保、全ての人間的な価値の源泉としての自由、尊厳、それがまずベースにある価値観だというふうに思っております。そのために各種の権利を自由権とか社会権とか参政権とか平等権とか、そういったものをきっちり保障する。それで権力が、恣意的にそういった権利や自由、人間の尊厳を犯さないように法の支配を貫徹する、裁判所がそれを監視する、これはいわゆる立憲主義であります。で、さらに自由というのは物質的な根拠が なければ本当にならないんですね。自由、本当に人間が自由であるためにはまず生活が確保されなければダメだ、生存が確保されなければダメだ、生きていかなければダメだ。そうでなければ自由というのはただ単に飢え死にする自由になってしまう、生存競争から脱落する自由になってしまう、そういうことはないようにきっちりそういう保障を与えないかならない。それは生存権の考え方で、その背後にある国家観、いわゆる社会国家と言われている国家観になるんですが、そしてその中で何が一番人間の生存とか生活とかそれを打ち壊すのかというと、これは言うまでもなく戦争であります。したがってその規定にあるのは戦争からの自由、戦争しない自由、戦争させない自由、そういったものがその根底にある。こういうふうに私は憲法を捉えております。したがって憲法、法治主義、法の支配、立憲主義、それから戦争放棄、それから権利の保護、これ全て同じ価値観から生まれてた一つの体系的なものになっているんだと、そういう理解が必要ではないのかなと。どれか一つが欠けてもそれは立憲国家とは言えないし、真の人権を保障されている国とは言えないんだというふうに思うわけであります。で、日本というのは割と変わった国でしてですね、どこが変わっているのかというと、日本では一貫して、自由民主党という政党がずっと一貫して政権との立場にあります。ごく一時期離れたことありますけれども、基本的にはずっと失政を担っているのが自由民主党、あと同伴者はいろいろいますよね。公明党とか維新とか国民、あらばになってないな、そういう、そういう人とあるんですが、もう日本の特性というのはそういった政権党が実はこの憲法に対して極めて敵対的な態度をとっている。だって自民党の党勢っていうのは改憲なんですよ。それで要するにで、もう自民党の本当原理的な改憲派っていうのは実は改憲ではないんですよ。大日本帝国憲法の復元なんです。そもそも現行憲法自体がイリーガルだっていうわけですから、現行憲法自体がもうそもそもインチな憲法なんだということですが、これはもう初めから無効なんだ。実は大日本帝国憲法
少なくするのが大事だという、そう、まあさすがに少ないですけれども、そういうのは当世として掲げているわけで、実はその改憲を当世として掲げる政党がずっと政権との立場にあるというのは先進国では多分日本だけでしょうね。おそらく他の国は聞いたことない。で通常は野党が改憲言うんですよ。で通常は野党が改憲を言って政権党が憲法を守れって言うんですけど、日本逆転してるという非常に特異な状況であります。それで自民党の政権党の改憲のフォーカスっていうのはもう9条とそれから実権なんですよね。これ実は同じことなんですよ。9条と人権が最もその彼らの改憲のターゲットになっているというのが我が国の極めて、まあ、先進国にしては珍しい特性だというふうに言ってよろしいのではないかなと、こういうふうに思っております。平和主義に対することで言えば、日本は独立、ついこの間4月28日にサンフランシスコ平和条約が発効して、これで日本は独立を回復したことになっています。しかし同時に、安保条約が結ばれまして、これは軍事同盟ですので、つまりずっと、日本はアメリカとの軍事同盟の中に置かれてきた。で軍事同盟の存在というのは9条は全く想定していませんので、そこでそもそももうそもそもそこでこう、矛盾があるわけですけど、その矛盾に満ちた体制が実はずーっと今まで続いてきた。そして冷戦時代はこれはあまり目立たなかったんですよね。あまり目立たなかった。しかし冷戦が終結すると同時に今述べたその矛盾が一挙に噴出。これは表面的に見るとアメリカに対する軍事的自立を求める声として一挙に噴出、特に右側の方から噴出ということで、その時点から実は改憲の課題というのが現実的な政治日程として浮上してきたというのが現在置かれている状況ではないのかなというふうに思っております。そしてその改憲に向けたそのうねりが実は今回のコロナ、それから台湾有事、この2つによってより一層加速されてるというのが実は今ではないのかなというふうに思っております。この間大阪府の知事、あの若い維新の人が突然緊急事態条項必要だっていうふうに口走り言いましたよね。今のではコロナもコロナの対応に限界があると、やっぱり私権制限をしなければダメだ。それ現行憲法の下ではもう例えばコロナに対応するような強力な私権制限はできないんだ、だからこれはもう憲法を変えなきゃダメなんだっていうふうなことを、言って、維新というのは大体あれなんですよね。自民党が本当に思ってるんだけれどもなかなか言えないことを代弁するっていう機能をずっと果たしてきて、ですからこれはおそらく維新の考えというよりは自民党の考え方を代弁したものだというふうに思っておりますけれども、それはやっぱり、このコロナをこの機会としてなんとか緊急事態を法律のレベルではなくて憲法レベルでも緊急事態のそういったことが可能となるような改憲をしようというのが、そういう考えが破断層の呈したものではないのかなというふうに思っております。考えてみてください。なんでコロナの問題が緊急事態になるんですか。コロナの問題、特に日本の場合ですよ、日本の場合コロナの問題というのはもう極めて明確で、医療体制が追いついていないということが最も大きな原因なんですよ。だって日本というのは人口10万人当たりのベッド数というのは先進国1位なんですよ。それだけベッド数があるにもかかわらず、それが私立病院にシフトしているために10にならない。だからものすごく医療が逼迫していて、大阪なんてのはもう崩壊に近い状態になってるわけですよね。1年も経ってるわけですよ。1年間の間に本来公権力がやるべきことは公的な医療体制を整備してきっちり医療供給体制を整備することこそが公権力がやらなければならないことで、私権制限なんていうのはその遥か先の話になります。私権制限なんていうのはあれですよ、
1日に30万人とか40万人とかバッタバタ死ぬような、今インドで起こってるような事態になって初めて問題になるあれなんですよ。日本なんてそのレベルが違うわけでしょ。確かにたくさん死んでますけれども、他の国だったら全然問題にならないレベルの死者数なんですよ。それが医療崩壊につながっているのは、これは日本の医療救急体制に決定的な瑕疵があるから。もうそんなになってるの、ごめんなさい。30分、ということで、あとまで言いたいことあったんですけども、ちょっとこれでも走ります。あとは他の先生、他の方々言ってたかと思いますので、もうよくないところで10分って慣れてないんですよね。だって90分の後慣れてるんで、どうすいません。この後池内先生とか方々に、この続きを続きあることはありませんけど、お話をしていただきたいと思います。皆さん最後までどうぞお聞きください。よろしくお願いいたします。